ないよ君のご飯が食べたいよ。もし君が帰ってきたら飛び君の笑顔で抱きつくよ。君がいないとは止まらないよ。そうなんですよ。ソロっぽいパート最後
というわけでね、あのソロっぽいパート最後なんですけど大丈夫大丈夫じゃない、あ、硬かった、思ったよりリハより硬かった大丈夫ですか、大丈夫、大丈夫、女の子じゃない、いや、女の子だよほら、聞き捨てならねえぞ、女じゃんちわけでね、なんですけど、あのソロっぽいやつ最後なんですけど、アニソンではないんですね、あの一応アニソンボーカロライブみたいな感じでみんな歌ってるんですけど、アニソンでもなんでもない曲を持ってきましたで、その曲があれなんです、その学生かな、学生がモデルになってる歌みたいな感じな、歌詞がね学生なんですよ、だからね、ちょっと我々今日は衣装合わせてね、学生服で、あ、年がいもなく私また制服着ちゃってて気まずいんですけど、苦笑いしないでよ、棒読みじゃん、いいいいの、ほらほら可愛いって言ってくれ、キュンキュンする、思ってないでしょ絶対、可愛いよさっき苦笑いいいですね、うるさいわ黙れうるせえうるせえというわけでね、まあそういう感じの曲なんですけどあのとても曲が良くて、みんなにぜひ聴いてもらいたいなと思って、あの原曲が素晴らしいんで、ぜひあのみんなに原曲聴いてほしいんですけど、私たちなりの精一杯の力でね、あの伝えさせていただけたらなと思うので、ぜひぜひあの青と白のサイリウムを持ってね、みんな楽しんでいただけたらなと、おありがとう思います。それではみんないいです、いいですか準備は、はい、それでは聴いてください、シナリオアートで青い孤独。表情をして瞬きもせず存在を消した男の子、僕に教えて他の声をかけられた、私は驚いて一択を置いて逃げ出した、ちょっと待ってよ教えてよ、知ってるでしょこの世界の終わらせ方、教えてよ教室の真ん中、迷いのない表情をして宙を眺めてる不思議な女の子、まあ関わることなんてない、私は透明少女、誰にも見えやしない、そう思った矢先、ちょっと待ってよ教えてよ、知ってるでしょ、ありがとうございます。
あ、さっきのねおっさんみたいになってるよ。面白ってすごい。いやー、よかった。高須わかった、はい、はい、ということで、はい、ありがとうございました。聞いていただけてよかったです。ありがとうございます。まあ、よかったんじゃないか。まあ、よかった。いや、出た。マネージャー、マネージャー、マネージャーが、そう、なんか練習の段階からね、なんかマネージャー昨日から登場したっけ。岡マネージャーでしょ。岡マネージャー。まあまあまあ、よかったんじゃないかしら。腹立つ顔してるでしょ。はい、ということで、はい、エンディングトークとなります。はい、なってたの。あっという間です。もうあっという間、キュッと詰まってね。もう終わり、もう終わりです。もう終わりですよ。短いね。めっちゃ短いね。あっという間だよ。お知らせある人。はい、お知らせ。お知らせある人。お知らせある人。全員のお知らせが。そうだね。あ、そうだよね。これは喋りのかね。そう、喋りの TV が。今月の喋りの TV、毎月あります。1月25日、月曜日。合ってる。月曜日に下北沢レイドさんにてございます。はい、スタートは18時だね。毎回ね、毎回通りで18時からありますので、はい、ぜひともね、まあ、詳しいことは僕たちがやってるツイッターさんを見ていただければ、ね、うん、どこ指さしてたの。僕たちこうやるのと、詳しいことは感化なのって思ったら僕たちがやってるツイッターのを見てて、はい、そしてね、次のライブが、はい、来月のライブがございます。はい、こちらは S ボイス第8話ですね。はい、8話ですね。転校者なんです、正式なね、はい、が2月の22、あと何日だよ。はい、222にゃんにゃんにゃん。あ、にゃんにゃんにゃんだって。222だ。にゃんにゃんにゃんの日にありますので。にゃんにゃんにゃんの日。みんなぜひ、ぜひぜひぜひ。ぜひともね。ぜひやってあげて。そう、会場の方がね、あ、すいません、エビス、エビスの方で。そう、エビス。エビスというところに。エビスさんの方で。はい。久しぶりね。そうだよね。そうなんです。久しぶりに戻るよね。久しぶりのね、エビスの方でやる。そう、エイブさんの、ね、そう、ここで珍しくね、言ってんのかな、 J-POP のね、方々と一緒にやらせていただくと、そうなんですよ。声優チームだけじゃなく、J-POP の方々とね、なんか新しい感じなんじゃないかなと思って、ちょっと我々も楽しみなんですけど、うん、でもぜひぜひ遊びに来てね、はい、ちょっとアニソンライブも負けてねえぞってところ。みんなで、そうだそうだみたいにしてやりましょう。ぜひ。いとこばしたろうぜ。じゃあ、いとこばしたろう。ボコボコにしない。仲良く穏便に。本当そう、よくね。なんて言った男前だって。男前誰、私だから私でしょ。あ、もちろん。いとこばしすぎたら。私のこともボコボコにするとこだった。はい、で、なんか個人的に何かある方いますか。大丈夫ですか。ない。ない。ない。個人というか。誰もない。そうそうそう。はい、1月27日、あ、そうだ、忘れてた。24時30分。鳥の国の春子第3話が、西東京 FM さんにて放送されます。イエイイエイイエイ。今ね、なんか主人公ね、忘れた、リハではちゃんと覚えてないけど。はい、ありますので、ね、はい、あります。3話からね、結構ね、内容が、そう、ストーリーがね、動き出してくるので、ね、みんなぜひぜひ、ね、ちなみに鳥の国の春子っていうのは、この選抜メンバー S ボイスでやっているラジオドラマのことです。はい、はい、はい、ご説明ありがとうございます。ありがとうございます、カッカ。はい、はい、まあ、この3つを皆さん覚えて帰っていただければと思いますので、よろしくお願いします。はい、ということで、はい、最後の曲に行きたいと思うんですが、ここでスペシャルゲストが登場いたします。我らがお姉ちゃん、アミタリスク、カモン。あれ、アミタリスクさん、アミタリスクさん、お話してたんですけど、ちょっと最後の全員曲だけみんなで歌えないかなっていうわがままを聞いてもらいましたです。ということでね、ちょっとこれもね、お知らせお知らせをさせてください。そう、本当はこのチラシが皆様の手元に今あって、チラシ見ながら聞いてねってやる予定だったんですけど、今そわそわしてるそこの帽子のやつにこのチラシの束を託したんです。全部忘れてきたんです。すいません、やっちゃった、仕事したな、やっちゃったっていうね。だから私の説明ちゃんと聞いててください。
2016年の2月4日木曜日から2月7日の、日曜日まで4日間8ステージあります。池袋のシアター喝采さんで運命の子供ジョーカーハウスという劇団でやらせていただきます。ぜひぜひ興味がある興味がある方は私にツイッターとか、まあ、何かしらで連絡を取って予約を入れてもらえれば幸いです。よろしくお願いします。もちろん SBS みんなで行くでしょ。えもちろん SBS みんなで行くでしょ。あ、2回行くよ、2回 SBS は面白い。言ったかんだ、言ったかんだ2回行くよ。言ったかんだ。いや、みんな来るから A 公演、B 公演で1回ずつ行くよそういうバージョンではない、ね、あ、そうなんや。ミルクバージョンとトイバージョンっていう2バージョンあります。どっちも行くどっちも行くどっちも行くやめなさい、やめなさいはい、ということでね、ちゅうわけでね、はい、はい、それではね、最後に何大丈夫。ああ、そうそう、さっきからずっとね、あの今月さ、かか誕生日だったじゃん。そう、うん、はい、祝った祝った祝った、そうそう、そう、私たちで祝ったよ。うん、え、お客さんは祝ってない。よっしゃ、みんな分かってるね。せーのでいくよ、はい、せーの。ハッピーバースデー to you、 ハッピーバースデー to you、ハッピーバースデー dear カカ、祝ってもらえるんでしょ、ね、本当ね、これはやばいね。今年で10万28歳になる。だいぶおじいちゃんだ。最年長。おお、気を利かせてくださった。すごい、素晴らしいスタートですね。ありがとうございます。いつもありがとうございます。本当にお世話になっております。はい、ありがとうございます。私もよろしくお願いします。そんな感じでね、はい、参りますかね。ラストの曲、まあね、このメンバー揃ったら一回は歌わないとね、ダメですよね。そうだね、そうだね、歌わないと。歌いたいんだよ、聴いてください、リーダー。
よ。待ってよみんな。いいですよ。せーの。アンコール。アンコール。バージョンです。じゃあ最後全員でお送りする曲を聴いてください。光なら We'll be right back.
はい、はい、そんなわけで、というわけで、では、ね、私たちのお写真の時間に、そうだ、ね、写真そうなんですよ、笑わないでいい言葉が出てこなかったんだよ、記念撮影、記念撮影、みんなで記念撮影したいな、はい、じゃあ私たちとお写真みんなギュギュッと前に来て我々の写真に参加してください。なんでよ今いいこと言ったのに顔が写っちゃダメな人こういう感じで写ればいいんで。そうだよそうだよそうだよ、顔写んなきゃいいんだよ。前にお願いします。今日のメモリアルに私たちを囲んでください。はいはい、メモリアル寂しいから、後ろ人がいた方が嬉しいから、みんな来て、みんな来て、壁にくっついてる人も来て来て、一瞬だけ、一瞬だけ、一瞬だけ、5秒5秒ここ座るか大丈夫か、私も、いいよ、いいよ、いいよ、これすごい、うまい、Sweet to wine, yeah, yeah. 恋も絶賛、俺のこそ。